さて、というわけでですね、はいよ、はい、忘れております、自己紹介で失礼しました。いや、いつね、うん、やろうかなと思ってたんだけど、はいはい、というわけで、宜野湾市から来ました YouTuber の鈴木でございます、よろしくお願いします。はい、おっとっとっと、はい、よろしくお願いします。大丈夫ですか？大丈夫です、はい。明日魔女カレーを食べに行く予定のオペレーターの、オペレーターやってないか、FM ロマの矢です、よろしくお願いします。久しぶり、久しぶりですね、4週間ぶりぐらい、ちょっと体調の面もありまして、うん、そうそう、なんかね、お風呂場でこけたらしいですよ言わない方がいいのに、同時なやつねあれね、治しようがないですよ、肋骨折るって、はい、あ、そうなの？だから手術するわけにもいかないし、もうあのギブスしてもうずっと正あの安静にしてこうって言われて、はい、動けないんですよ、もう 2週間ぐらい車の運転もできずに、あれ、息しても痛いっていうの本当？最初の頃はそうですよ、というわけでかかずさんでした。で、中から来ました、インタラクティブのかかずです、お久しぶりです、よろしくお願いします、はい、もう10分超えてますけど、そうですよ、もうさっきからね、あの時計見ながらね、いつ自己紹介を挟もうかなと思って、まあでも元気になりました、ちょっとね、また咳するとチクって痛いぐらいで、あとちょっとすればもう完璧かなとは思ってます、まあ元気になってよかった。というわけでね、魔女カレー1000円の動画がおお、なんか魔女っぽくないじゃないですか。魔女っぽくないよね、もっと黒いとかさ、そうそうそう、なんかわかんない、ワニの肉が入ってる、いやカンガルーの肉で、その写真のこのサラダがまたなんかちょっと爽やかな感じがして、ね、魔女っぽくないですね。魔女っぽくないの、なんで魔女なんですよ。あ、明日聞いてみます、なんで魔女なのかは、はい、いや本人が魔女かもしれないし、はい、でも最近ね、一時期本当にあのこういうのをやめてたっていうか行かなくなってたのね、なんか、なんだろう、デブ症になってたみたいなところがあったんだけど、やっぱりあのちょっと心臓が調子良くなってくるとあちこち行きたいみたい、なんかいろんな情報が飛び込んでくるんで、あっち行った、こっちのカレー美味しいよみたいなのが来るんで、ついつい入ってくると行きたいよね。そうですね、特にカレーとそばはそうよね、ちょっとね、でも情報はいろんな情報、要するに新しい店に行くってことは新しい道を通るっていうか、久しぶりに通るとかいろいろあるんで、やっぱりデブ症っていうのは情報が入ってこないじゃないですか、これがね、車で行くかバイクで行くか全然あの違ってて、あの車で行くときはあのカミさんに iPhone 持たせておいて、はい、こっち右とかナビさせるわけだ、はい、あの iPhone の Google とかそういうのでね、Google ってマップで、はい、でちょっと早めに行ってよ、これ遅いからとか言いながらやってるんだけど、はい、バイクの時は見るわけにいかんから、下調べして頭にこう地図を叩き込んでいくんで、ああこれ左だよねっていうの自分でやるわけさ、なので、バイクの時の方が運転も大変だけど、地図を頭の中に入れながらこう行くっていうのもあって、はい、結構大変でもその大変さが、そう大変さがなんか楽しくて、だからあの年配の人はできればオートバイできるだけはオートバイの方がいいのかもしれないですけど、ね、ああ、吹けないとか、吹けないというか、確かにボケないとかね、本当にいいと思うんですよ、だってバイク乗ってるお年寄り元気だよ、元気びっくりするよ、この年でまだ乗ってるとか、だって元気にするしかないんだよ、だってさっき言ってたように、いつも信号見て何見て何見てってあの地図も覚えてとかやるわけだから、本当にね、すごいなと思います、結構見るとこいっぱいあるからね、特にバイクでこけたら痛いし確かにこけられない、僕はあの、年配の方でオートバイ乗る人とか、テニスする人とかゴルフする人とか、あの研究者とか、あの表彰されてる人ってほとんどテニスやってない？そうなんですか、でも今回ほら、今回の、あのね、ノーベル賞だと、今でもまだテニスやってるでしょ、そっか、テニスやろうかいやテニスするっていうか、その動き回るだとか振り回すとか、やっぱ動体視力だとか、そうあのなんでこの前のノーベル賞とゴルフしてるとかね、だから多趣味ですよね、なんかやってるよね、そう、年取って元気な人はなんかやってますよ、っていうことはそろそろノーベル賞を取る方にバイク乗ってほしいね、まあ出てくるかどうか、バイクか、いいな、でも出てくるんじゃないですか、ちょっとモトクロスやってますとかいう人が出てきてもいいよね、ですよねちょっと危ないな、ちょっと危ないな、すぐまたなんかバイク乗りたくなってくるし、テニスか、うちの仲間にも僕がバイク乗りだしたのが55ぐらいだったので、行ってるのは、バイクだけ人に勧められないと、事故ったら大変だし、だから、自己責任だから絶対勧められないけど、
55が僕ギリギリだと思ってるんですよ。もう1回乗るための、まあ、最初から乗るための、うん、例えば僕は若い時に乗ってたから55にもう1回乗り直しなんだけど、うん、あの戻ってくる時に定年退職したら戻るっていう話をよくするわけだ、同級生が、はい、では60過ぎてからでしょ、急に年やるんだな、うんうん、そしたらね、あの定年退職から何かするっていうのはしないよね、うんうん、だからもう久しぶり10年ぶりぐらいオートバイ乗ったんですよ、はい、あのそしたら怖いもん、怖いよね、もう50ちょい過ぎて怖いんだから、これ60で久しぶりのオートバイ乗ってたら大変だろうなと思いますよ、うん、そうそう、で、あの例えば55からゆっくりね慣れ始めて、うん、実際60から時間があるんであれば、それまでに自分が乗りたいバイクを決めるとか、うん、ちょっと慣らしとくとかした方がいいかなと、うん、だから趣味は少しずつ作っていくんで、はい、もう急に暇になったから作ろうっていうのはちょっと大変かなと思う、うん、で前はね、はい、ちょっとここに YouTuber の鈴木さんがいるんでちょっとおこがましいんですけども、あのヘルメットにねカメラをつけてね、でしかもあのマフラーのところに、はい、マイクを置いて、はい、音を拾いながら、いいな、ちょっと走ろうかなと、だから中に小さなミキサー入れて、うん、あの声のものと、はい、で後ろにと Bluetooth でつなぎながら会話を入れながらこうできたら楽しいかなと思って、はい、いろいろ考えてこれとこれのセットがあればできるんだっていうところまで調べたんだけど、はい、僕バイク乗ってる間結構ね、歌ってたり、あ、それはやっぱりますね、なんか叫んでたりするので、はい、これ残せないなっていうのが分かって、叫んでるってのは叫んで、あ赤鳴ってるよとかね、あやるわあやべえとかね言ってるんで、これは入れられないなと、うん、だからもし撮るんであれば、動画とバイク の, あの排気マフラーのところの音だけ、うん、いやそういう動画見てもつまんないでしょうっていうのが出てきて、しかも僕結構あの真面目な運転してるんで、あまり、よそ見してないんですよ、はい、綺麗な人だなとかしないんで、うん、青み綺麗とかあんまりしないから勝ちないなと思って、見たとしても言葉にしないわけですね、うん、見たとしても言葉にしてない、